おはようございます。ひよこめだかです。いつもひよこめだかチャンネルご視聴くださりありがとうございます。今日はビオトープ用のろ過装置、名付けて波乗りピカチュウで元気でチューを作っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ではまず準備するものですけど、まずこちら波乗りピカチュウの指人形を準備します。これが決め手になります。メルカリなどでゲットしてください。そしてこちらがメダカ用のボール、これはセリアさんなので買えますね。よくあるメダカボールです。次に予備計16の、バルブソケット、予備計16のバルブソケットと予備計16の給水栓バルブ、ちょっと名前違ったらまた後で載せときます。あと予備計16の塩ビパイプが、まあまあこれぐらいあれば足ります。あとまた予備計16用のパッキン、ゴムパッキン、これはちょっと鉢底ネットを使うんですけど、鉢底ネットをこう締め付けるときに、これを締めていったときにここで止まるんですよね。このガタ分を吸収するのにこのパッキンをかませるので、パッキンが探してもないよっていう方は100均でゴム板を買われても、ゴム板買ってパッキンの形に切っても代用できるので、ゴム板を買って加工するのもありです。それからあと6ミリのエアチューブ用の一方コック、これもちょっと使いますんで、ネットアクアリウムショップなどで、購入してください。あとエアチューブですね。エアチューブ、これも100均にありますので、100均で買ってください。あとみかんのネットですね。で、100均に売ってる洗濯用ネットでもいけるんですけど、ちょっとこっちの細長い方が買ってが良かったので、ちょっとみかんのネットを今回使用しております。それからダイソーさんに売ってるこの鉢底ネット角型って言って、こう長方形の形なんですけど、自在に切って好きな形に使えるよっていう鉢底ネットを今回使用しております。こちらも100均に売ってると思うんですけど、活性炭や爆斑石、あと赤玉土などの露材も、4袋ぐらいちょっと購入しました。今回は赤玉土1袋に、活性炭が2袋、爆斑石は1袋購入しました。はい、以上が、必要な、材料になります。次に必要な、工具を紹介していきます。はい、必要な工具を紹介していきます。まずハサミです。これは鉢底ネットを切ったりするのに、使います。で、この色ペンですね。メダカボールに合わせて鉢底ネット切るので、その時に、マークするのに使いました。で、塩ビカッターです。で、これがなければノコギリでも代用可能なので、まあ、ある方は塩ビカッター使った方が作業が早くなると思います。それと 4.8 ミリのドリルと、ドリルドライバー、電動工具です。で、これもない方はダイソーさんにハンドドリルっていうプラモデルとか使うピンバイスみたいなやつが売ってるみたいなんで、それを使うのも、ありだと思います。まあなんとか作業できると思います。ただちょっと穴開ける箇所が多いので、電動ドリルとか持ってる方おられたら、そちらの方が作業が早く進むと思います。で、使う工具はこれだけです。あと 4.8 のドリルですけど、なければ5ミリのドリルでも、まあ、多分いけると思います。そう、力がかかる場所でもないんで、一歩コックの下穴を開けるのに使うんで、5ミリでも、おそらく大丈夫だと思います。はい、以上が使う工具になります。では作業に入っていきます。まずこのボールの中頃に鉢底ネットがうまく収まるように、そのサイズに切ります。だから大きすぎず小さすぎず切るんですけど、ちょっとそのサイズがどれぐらいで切ればいいかわからないと思うんですけど、
もうこの大きい円の部分とこのちっちゃい円の部分の間ぐらいできればまあ中頃で止まるだろうということで、だいたいそのあたりの寸法でこの鉢底ネットを切っていきます。でちょっとこう一回こう2つに折って折り目をつけといてこの真ん中らで切ると後々作業が楽です。もうざーっとこうマーキングして次にこの真ん中あたりにまたマーキングをします。こうざーっと、はい、そうするとちょっと見づらいですけど大きい円の中にちっちゃい円が描けたと思います。でこの間の真ん中のラインでもう目分量で鉢底ネットを切っていきます。で切っていきます。この間をまん丸に。でこれが少々大きかったちっちゃかったといって、まあ、出来上がりにそこまで差は出ないので大体で大丈夫です。不安な方はちょっと最初大きめに切った方がいいかもしれないですね。大きめに切ればちっちゃく切ることはできるんで。あとまあダイソーさんで買ったら3つは入ってるので、ちょっとセリアさんで探したんですけどちょっと見つけられなかったんでちょっと今回ダイソーさんで買ったんですけど、よいしょ、こういう風にだいたい丸に切れたらこうちょっと入れてみます。そしたらこうまあなんかいい感じになんだかんだ引っかかるんで、まあ、こういうふうにチューブラリンでだいたい引っかかれば OK です。もうここはだいたいでいいので、これだとまあ OK です。はい、鉢底ネットがまず切れました。鉢底ネットが切れたらこの真ん中に、この給水栓ソケットをこう通すので真ん中に穴を開けないといけないんですけど、まあ、ちょっとだいたい真ん中にこの丸が通るぐらいの穴を開けたいので、だいたいここらっすね。よいしょ、これももうだいたいでいいです。この時こうど真ん中で切れてれば、折ってればこういうふうに、よいしょ、切るとこう穴が開くんで、こういいすぐ通る位置に開けれるんですけど、ちょっとセンターからずれてるの、こうずれてる方にちょっと広げます。ちょっとまだ通らない。こういう時はちょっと広げます。真ん中からずれてるんで格好悪くなるんで、よいしょ、ちょっとこう広げます。よいしょ、これもまあ大体でいいですか、大きすぎない方がいいですね。こうギリ通るぐらい、こういうふうにギリ通るぐらい、これぐらいがいいです。でこれがこういうふうに収まるので、まあできるだけ真ん中の方が格好もいいですけど、はい、大体こういうふうに通れば、鉢底ネットに穴を開ける工程までは出来上がりです。はい、次はこのバルブソケットに穴を開けていきます。一方コックがつく下穴と水を吸い込むための、一方コックがつく下穴をまあ真ん中らに開けます。であとは、水を吸い込む穴ですね。泡がブクブクと上がった時水を吸い込む穴がいるんで、それを8つぐらい開けます。じゃあ開けていきます。でこう穴開ける時にこう滑ってこう手の方行くと危ないんで気をつけてくださいというか、こういう風にちょっと給水バルブの方つけてこう離れたとこ持ってこう安定するとこで作業した方がいいです。こう座りがいいとこというか、でこう真下に行く、こういうとこで開けないってことですね。真下で、はい、こんな感じで、ここが一方コックがつく穴で、他の穴が2、4、6、8、10個開けましたね。水を吸い込む穴、この真ん中に1個開いてるのが一方コックがつく穴です。はい、これでバルブソケットに穴を開けるまで来ました。
ちょっとこの部品ですね、この部品に穴を開けるところまで行きました。はい、次にもう一方コックを取り付けます。一方コックの取り付けは、ドリルチャックにこのエアーチューブを刺す方を、こういうふうに刺して締める。締めたらこういうふうにここへ、はい、こんな感じで取り付けます。ドリルのチャックにかまして回せば簡単に取り付けます。はい、次にこうパッキンをちょっとかまして、パッキンというか、はせものの役目ですけどね、ちょっとこのスペーサー的な、なんか別にパッキンじゃなくても、もうゴム板をこう切って貼ったり、なんかこういう丸いドーナツみたいな、ある程度3ミリぐらい厚みがある部品持たれている方はパッキン買わなくてもいいです。これをはめての、今さっき開けた穴、鉢底ネット穴にこれをかぶせます。で、はい、こういうふうにここはめていきます。よいしょ。そうするとね、パッキンをはめてるとこうガタなくはめれるんで、こんな感じでガタなくはめれます。そしたらそれがここにこうはまる感じですね。よいしょ、こうはまります。なのでこの下の隙間にロザイを入れて、これをはめる。で、上にもちょっとロザイを入れる。で、あとはここを塩ビパイプを立てらして、波乗りピカチュウセットしたら一応完成になるんで、もうだいぶ完成が見えてきましたよ。では次、ロザイを作っていきましょう。そこに入れるロザイを作ります。多分いけると思うんですけど、うちはリングロ材が余ってたんで、試作品はね、リングロ材を使ったんですよ。で、この赤玉土の粒がどうかですね。粒が小さすぎたらちょっとみかんネットから漏れ出ちゃうんで、そこだけが心配ですけど、ちょっと入れてみましょう。漏れ出るかどうか。漏れ出たら失敗。お、なんかいい感じですよ。ちょっと漏れてますけど、ちょっと漏れ、あ、ちょっと失敗。これは何か一回、あ、ボールに移しましょう。ボールに入れて移せば、その量の目安も、量の目安もイメージが来やすい。で、これと赤玉と爆斑石をブレンドしましょう。これを使いましょう。これを炉材として使いましょう。これをちょっと入れましょう。ちょっと初め失敗しましたね。こうやってやれば作業しやすいですね。よし、こんな感じでいいんじゃないですか。で、ここは結びましょう。はい、これ1個できました。炉材がこれで、赤玉土と爆斑石のブレンド炉材ができました。これこっち入れますね。細かいのが出るのはしょうがないです。で、どちらかといえばこう長細い形にした方がいいんですよ。こういう感じで、ここしくくりましょうか。はい、炉材ができました。それですぐ炉材を入れたくなるんですけど、一方コックにエアチューブ、必要な分の長さを切ったエアチューブを先に差し込んどきましょう。で、ちょっと後でエアの量調整できるんですけど、7割明けぐらいでいってみましょう。炉材を入れての、で、これを入れるですね。この下へ。よいしょ。よいしょ、こんな感じになります。なので、自作の底面ろ過みたいな感じですね。こう、水を吸うときにこのろ材を通ってくれるんで。
あ、ちょっとこのホースが圧迫されてるのでここだけちょっと切り欠きを入れます。ちょっと切り欠き、ちょっとこういう風にホースが逃げるとこ作りました。もうちょっと小さくてもいいですね。ちょっと必要に応じて微調整をしてください。ちょっと角をちょっと取ります。はい、ちょっと角を切って収まるようにしました。きれい。で最後上にねこの活性炭を敷こうと思います。でちょっといろいろ迷ったんですけど黒いネットで行った方が見栄えがねいいと思うんですよ。なんでね黒いそのネットとか探したんですけど売ってなくて、なのでちょっと今回はそのセリアさんに売ってたこの活性炭にしました。あ、緑色ですね。ネットは緑色なんで、まあ、こんな感じでちょっと置いてあげましょう。ちょっと波乗りピカチュウがちょっと緑色の海を、エメラルドグリーンの海をサーフィンするイメージになりますかね。緑色なんで、ここはお好みで好きお好きな色のろ材を置いてあげてください。こういう風に、まあ、あるいはこの上さらに砂を敷いてもいいですけど、あのあれですね、あのエアの量を調整するかもしれないんで、エアの量がバッチリ決まったらこう砂とか置いて綺麗に見えるようにしてあげてもいいかもしれないですね。一応今回買ったろ材は一応これで全部なんで、一応これで最後の仕上げに取り掛かっていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっと NV22 にちょっと水を張りました。でその中にこの先ほど作った、ろ過装置をこう沈めていきます。はい、こんな感じになります。あ、ちょっと思ったより浅いですね。思ったより浅いんですけど、まあそういう時もあります。そういう時はここの塩ビパイプをなるべく短くしてあげたら大丈夫なんで、まあほんと短めですね。こんなこれぐらいでいいかもしれません。ちょっと切ってあげます。塩ビパイプ短く、よいしょ。水面からあ、水面からちょっと出るぐらいがいいんで、よいしょ。ちょっとエアホースここでつなげてみましょうかね。どれぐらい出るか、ちょっとエアの近くまで移動しました。でちょっと開けてみますね。えい、あんま出てないですね。ちょっとあの弱すぎましたね。あのな7割ぐらいで絞ったのが良くなかったですね。ちょっと最初から全開でいいかもしれないですね。こっち この手元とかでエア調整できるから最初から全開でこっちで調整すればいいですね。もう一回こう入れて、あ、すいません、カメラアングル悪くです。で重し代わりに活性炭を入れてあげて、これがちょっと見えるとねかっこ悪いですね。こうしっかり水の中につけて、よいしょ。これで開けてみましょうか。いやー、もう一回開けますね。おで出るしね、いい感じです。こう手元で調整できるんで、あのエアポンプでも手元で調整できるやつあるんで、そういうのだとこの下につけてる一方コックは全開でいいですね。はい、こんな感じでこうちょっと出るぐらい、ポコポコ出るぐらいまで調整してください。はい、ちょっとビオトープに水草を入れました。でメダカちゃんの方もねビオトープに入れてあげたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでメダカちゃんがビオトープの中入りました。仲良くもう泳いでますね。いいですね、ビオトープ。はい、そしてもう一回ちょっと改めてエアを入れてあげて、エアを入れますね。こうやって開けて、これでろ過装置が機能したすんで、そして我らがピカチュウ隊長お願いします。
チュー。これをここへ裏に穴が開いてるんで、ピカチュウ指人形とかでもいけるかもしれないですね。これをここへ入れてあげます。よいしょ、こんな感じで、はい、ちょっと水位が足らなかったんで水位を上げますね。水位を上げました。どうですか、ピカチュウ先輩が波乗りをしています。これ結構面白くないですか。ピカピー。あ、はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではこれからも楽しい動画作っていくんでよろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼します。ピカチュウ。